あ、それと310、あなたはスパッツよりもブルマの方がお似合いだと僕的には思います。気持ち悪い。お疲れ様です。ムービンです。今回もこちらのトーキメキスパッツァやっていきたいと思います。はい、前回のパートまででね、ミントさんのルートをプレイさせていただきました。前回がね、確か泉じゃないか。公園のデートだったと思うんですけれども、そこからね、帰ろうとした時に、なんか謎のね、なんか笑い方が変なね、男性が出てきましたという展開でした。はい、続きやっていきましょう。帰り道っぽいかな。はい、まあ、ちなみに変な笑い方なのは僕の実況のさじ加減なんですけど、引き続きやっていきたいと思います。というわけで、3点リーダー ×3 でございます。それじゃあ、この辺りまでで大丈夫かな、ミントちゃん。はい。はい、家の近くまで送っていただきありがとうございました。うん、気をつけて帰ってね。バイバイ。ありがとうございます。さようなら。ミントちゃんとの初デート満喫した。なんか実績解除みたいな感じで言うじゃん。まあでも楽しかったっすね。前回の収録から結構間空いちゃって、デートのあれを忘れちゃったんだけど、まあ電池切れになって寝てたりとか、なんかサンドイッチがめちゃくちゃ出てきたみたいなのはちゃんと覚えてますんで、はい。楽しかった記憶があります。はい、またまた3点リーダー ×3 ですね。翌日。よし、昼休みだ。今日は購買まで食後のスイーツを買いに行くぞ。あ、じゃあ飯というかメインのご飯は家から持ってきてんのかな？ガダン！お？どうした？この聞き覚えのある鈍い音と悲鳴はすっげえ嫌な予感がするぞ。なんだなんだ、何が起きた、どうした、大丈夫。わー。いちいちびっくりする。取れてるな、ちょっとドキッとするんだよね。すげえさ、アホみてえな声上げちゃった。はわわ、またすっ転んで頭が取れちゃいました。この状態さ、今博士いないけどつけられんの？げー、予想的中。いやあ、ミントちゃん、大丈夫じゃなさそうだけど。あ、佐々木先輩、はあ、どうしましょう。今から博士に頭をくっつけてもらいに自宅まで戻ったら語源の授業に遅れてしまいます。まあ、じゃあこのまま受けるしかないのかな。まあでも、アンドロイドだっていうことはみんな知ってるんでしょ？なんか教育面で、一応社会勉強的な面で学校来てるみたいな設定だったと思うから、まあ、この状態で受ければいいんじゃないの？そんなに支障あるかな。うん、そうも言ってられない状況だと思うけど、一度家に戻るから授業遅れるってミントちゃんの担任の先生に職員室まで伝えに行かない？いえ。ああ、ダメですよ。授業に出ないと学習に遅れが出ちゃいます。まあそうなんだけどさ。いや、正論なんないよ。いや、わかるわかる、言いたいことはわかるけど、じゃあいいけどさ、じゃあいいけどさ、とかちょっと言い方悪いな。突き放す感じの言い方になっちゃったけど、その状態で授業受けれるんだったら、受けていいと思うけど、受けれないんだったらやっぱつけに帰るしかないじゃないですか。だから、遅れることが悪いことは確かにわかるけど、ミントちゃんが心配するのもわかるけど、まあ致し方ないかなと思いますよ、僕は。真面目なのはいいことだと思うけど、こればかりは仕方ないんじゃ。お、あのメガネ男子か？ふっ、これだから凡人生徒は心もとな、ん？心もとない？心もとないですね。どういう意味？どういうこと？うん。何？お前の発想じゃミントさんにふさわしくないみたいな、そういう感じ？ん？誰だ？出てきた！はあ、あなたは？お初にお目にかかります。310、僕の名前はメルタ。メルタ？え、君もアンドロイドみたいな名前ですね。でも、一応関節部分に線は入ってないから、多分ロボットではない。以後お見知りおきを。は、はい、よろしくお願いします。変な男子出てきたぞ。あなたのことは先生方からかねがね伺っております。人間の学園生活を体験するため、この高校に最近入学したという AI 搭載アンドロイドで間違いありませんね。AI 搭載アンドロイド？ AI が搭載してないアンドロイドって存在するんかな？ごめん、ちょっと全然関係ないところに引っかかってしまった。はい、はい、その通りです。突然現れた謎の男メルタ、どうやらミントちゃんの知り合いというわけでもなさそうだ。さてと、見たところ頭部のパーツが胴体パーツから外れてしまい困ってるようですが、今この場ですぐに結合させることができると知ったらあなたは驚きますか？なになになに？
あの、できるんですけど手伝いますかとかじゃなくて、できるとしたらあなたは驚きますか？まあ、あの、ロボット詳しいねって驚きますね。ちょ、メカニックに精通されてる方なんですか？メルタさんは。え、今この場でか？ふん、あなたには聞いていません。僕は3120に質問をしているのですよ。腹立つけど、腹立つけど結構好き、こういうキャラクター。はあ、別に驚くぐらいいいだろう。感じの悪いやつだな。くやかましい人ですね。まあいいでしょう。3120どうしますか？3年A組ロボット研究部部長、天才少年発明家のこの僕メルタに一度ボディを預けてみませんか？言い方がちょっと気持ち悪いけどな。言い方がちょっと気持ち悪い。ボディを預けてみませんかとかね。あ、ただあれなんだね。ロボット研究部だから気になってるんだ。あの、310である。310って呼ばれてるけど、ミントさんをね。ミントさん気にかけてるのは自分がロボットに精通してる方だからか。はあ、直していただけるのですか？こいつ、なんか怪しい。ミントちゃん危ないからやめておいた方がいいよ。まあ、確かにロボット好きなんだったらワンチャン解剖され、解剖って言い方すんのかな？ただ分解される可能性があるよね。こんな得体の知れない奴よりも一旦家に帰って、レイト博士か。レイト博士に頭をくっつけてもらった方がいい。何されるか分かったもんじゃないよ。おやおや、随分と信用されていないようですね。ふん、そこまで言われてしまうのであれば、今この場で僕の天才的な力を証明してみせますよ。お、何出してくるんだ？レイト博士に負けないくらい俊敏かつ丁寧な修理を行わせていただきましょう。はあ、レイト博士を知ってるのですか？まあロボット界で有名なんだとしたら知ってるんじゃない？あ、レイト博士がどういう設定かちょっと忘れちゃったな。でも自分の、もともとあれだよね。ミントさんは自分の家事を手伝う想定で作ったんだけど、まあ実際は自分の本当の娘のように扱ってるよっていう流れだったと思うから、まあもともとはロボット精通者なんだよね、多分ね。ええ、レイト博士ほど優秀なロボット研究家をこの僕が知らないわけありませんからね。よいしょっと、それでは310、少しだけお体をお借りしますよ。おいお前、何するつもりだ？まあ心配だよね。まあでもここでぶっ壊すってことはないと思うよ、さすがに。ふう、いやー、これは、素晴らしい。ディティールへの精密なこだわりがわかるし、本当によくできている。自分で、クックックを変な笑いに置き換えすぎてて、このキャラクターをより気持ち悪くさせてしまっている。作者さんに申し訳ない。おいおいおい、こら、黙ってみてりゃ。おい、何にミントちゃんにベタベタ触ってったよ。すげえじゃん、メルタ。メルタくんすごいですね。ほら、秒で終了しましたよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。助かりました。素早い。こいつ、俺が喋り終わる前に、ベラベラと会話しながら速攻で終了完了させた。どうです、これで信用していただけますか、無能うんこ祭りくん。いやいや、待って、あの、ちょっとメルタさんが普段あのどういう風にこの主人公佐々木を見てるか知らないけど、このルートではあんまりうんこうんこ言ってなかったよ。え、そう記憶してるんだけど、あの、違うルートの記憶をお持ちですか、メルタさん。無能うんこ祭りって俺のことか。ふざけんな、この中二病こじらせメガネ。確かにお前がそういうことは認めるし助かったよ。だけど信用できるかどうかって話は別だぜ。く、強情な人ですね。まあいいでしょう。少し耳をお借りしますよ。無能うんこワッショイ君。あの、若干こう透かしてるキャラなのにさ、無能うんこワッショイとか言うの面白いからやめてもらっていいですか？あの、キャラクターと合わないのよ。下品野郎、無能下品野郎とか言うならさ、まだわかるけど、無能うんこワッショイくんを君の口から言うのはキャラクターに合わないんよ。ちょっと面白いわ。ずれてるから。いや、呼び方せめて統一しろや。こちらの反論を無視し、メルタという男は俺の耳元で一方的に囁いてくる。なんで？待って、また変えてくるじゃん。無農薬になったし、今度は。いいですか、無農薬うんこフェスティバル君。あなたの彼女への対応は危険すぎるのです。お？どういうこと？
いずれ310は僕の所有物となります。よく覚えておいてくださいね。なんで？え、買い取るってこと？はあ、なんだよそれ。わけわかんねえし。では僕はそろそろこの辺でおいとまさせていただきますよ。310、転倒には気をつけてくださいね。はい。はい。あ、それと310、あなたはスパッツよりもブルマの方がお似合いだと僕的には思います。気持ち悪い。いや、まあ、下着ではないんだけどさ、なんつうの、女性のさ、下半身に着飾るものに関してのさ、好みをさ、押し付けてくるのちょっと気持ち悪いな。はい？はい？主人公も。もうスパッツの方がいいだろみたいな。何もかも合わん主人公と、まあ、主人公は多分スパッツ派なんだよね。多分この名前、いや、ど忘れした、なんだっけ、あれ何くんだったっけ、何くんだったっけ、ちょっとバックログ見れたっけ、あ、待って、メルタくんね、メルタくん、なんでメルタなんだろう、貯めるかな貯め、違うかな、貯めるから来てん。でも貯めるってなんか違うよな。いや、なんかの名前な、なんかをもじってんだからみたいな。レイト博士はトイレじゃん。多分貯めるかな貯めてんのかな、この子。わかんないけど。うん。とりあえずよくわかんないけど、まあ、この子は、まあ、ミントちゃんを狙ってると。で、主人公とは真逆の好みを持ってるってことね。はい。くそれでは、お達者で。あ、ちょっと待てよ。しかし気がついた時にはもうメルタの姿はなくそんな早く歩いていくことある。え、ミントちゃんが俺の方を心配そうに見つめていた。あの佐々木先輩、先ほどメルタ先輩に身元で何を囁かれてたのでしょうか。え、メルタさん先輩なの？3年つってたか。いや、何を言われてるんだかさっぱりわからなかった。だけどミントちゃん、あいつは危ないからあまり近づかない方がいいよ。そうなんですか？でも礼儀正しい感じの方でしたし、通りすがりにもかかわらず私を修理してくださいましたよ。まあ、そっか。ミントちゃんから来たら、ミントちゃんからしたら、そうか、そうなるよね。まあ、そりゃそうだけど、これ厄介なことになりそうだ。でも自分のものにするって言ってるっていうのはさ、恋愛的になのかな？それかなんか、単純にロボットが好きだから強奪するとかになってくると、単純にまあ、あんまり所有物的な扱いするのはかわいそうだなって思うからしたくないけど、別に主人公のものでもないしな、これ。ミントちゃんは。どっちかっていうと、レイト博士のものだから、なんか僕のものにしますよって主人公に単価切られても困るような気はするけどな。あ、そう。失礼しました。今、咳をしました。はい、カットしてると思います。音声的には。あ、それよりもさ、ミントちゃん、そろそろ充電の時間じゃない？はあ、そうでした。ありがとう。先輩、教えていただきありがとうございます。それでは私、充電に行ってまいりますね。さようなら。うん、またね。ぐぅ、波乱の予感がする。俺があのメルタとかいうやつの番の手からミントちゃんを守らねえと。確かに悪いやつなのかな。でもまあ、それどうしようとしてるかじゃない。なんかミントちゃんに単純に好意を寄せてるんだったら、まあ、お互い誠意を持って対立するべきだし、なんか例えば分解したいとかそういう話になってくるんだったら、ぶん殴ってでも守るべきだと僕は思いますけど。ちくしょう、変な中二病こじらせメガネに絡まれたせいでデザート買い忘れたわ。まあ、ミントちゃんの頭をくっつけてもらえたのは良かったけど。てか、ミントちゃんを所有物にするとか、俺のミントちゃんへの対応が危険とか、一体何言いたかったんだよあいつ。確かにね、対応が危険だっていう話が気になるかな。確かに所有物にするは何なんだお前ってなるけど、なんかね、対応が危険はちょっと伏線があるのかな。人間的に接するとやっぱ良くなかったりするのかな。きえー、一体何なんだよあのメルタとかいううんこ野郎はあいつはうんこ野郎ではない、多分。まあ、うんこうんこ、こっちにも行ってくるから、ある種うんこ野郎なのかもしんないけど、一応あいつはうんこ野郎ではない。うん、メガネ野郎とかにしとき？うん。あ、くるみちゃんじゃないですか。久しぶりですね。なになに、どうしたの？一人でブツブツ言っちゃってさ、ずいぶんとイライラしてるみたいだけど、何か嫌なことでもあったの？あ、くるみ。佐々木、メルタ先輩に会ったの？なんでわかんの？げ、口に出てたか。余計な噂が広まるとややこしくなりそうだし、気をつけないとな。あ、口に出てたからわかるってことか。いやー、まあそれはいいとしてさ、クリームをメルタってやつのこと知ってんのか。
知ってるも何も超有名人じゃん。そうなのか。うん、3年 A 組の、ロボット研究部部長、天才少年発明家のメルタ先輩。立てば天才、座れば奇才かな。歩く姿は鬼畜メガネって呼ばれてるらしいよ。そうなんだ。まあなんか毎回毎回こちらへの罵倒の言葉、名称っつうのかな、変わってたしね。いや最後ディスられとるやんけ。でもメルタ先輩が作ったお掃除ロボットや警備ロボットってすごくクオリティが高くて、国が買い取るくらいのハイレベルな出来栄えなんだって。お、すげえ設定。国が買い取る。しかも一流理工大学にすでに推薦入学が決まってるから、3年生の、今でも大好きな研究に没頭できるんだってさ、すごいよね。マジかよ、めちゃくちゃ手強そうなやつだな。ねえねえ、そんなことよりさ、最近佐々木と仲良しのあの可愛い女の子は誰よ。え、ほら、あの青い髪に紫のグラデがかったおめめキュルンキュルンな子。あー、アンドロイドのミンチョちゃんのこと。へえ、あの子アンドロイドなんだ、すごいね。めちゃめちゃ普通にアンドロイド受け入れとる。まあな、確かにあのロボットが普及してるんだろうね。国がお掃除ロボット買収してるぐらいだからな。あの街歩けばお掃除ロボットがウィンウィン動いてるんでしょう、きっと。世界観的にすげえよな、科学の進歩。うん、佐々木もなかなか隅に置けませんな。いや別にミントちゃんとはそういう関係じゃねえから、かっこ今いるところへ。はいはい、からかってごめんね。佐々木、ミントちゃんのこと泣かしちゃダメだよ。わかってるよ。いやほんとマジでミントちゃんが泣くじゃ済まなくなるような状況にはならないように気をつけていかねと。メルタ、あの男はやばい。俺の野生の感がそう言っている。別に野生で生きたことないけどそう言っている。確かに。言うけどね、野生の感がそう言ってるって言うけど、確かに野生で生きたことねえな。言うけどな、野生で生きたことねえな俺たち。確かに目ざといですね。うん、目の付けどころがシャープですね、主人公はやはり。とにかくあんなピュアなミントちゃんの目が曇ることを俺は見たくない。よし、踏ん張っていくぞ俺。やっぱうんこ野郎なんだよな。またうんこしに行くの。佐々木さ、もう快便飛び越えて過敏性腸症候群なんじゃない。あるよね、あの要は頻尿みたいなもんでさ、頻便って言い方すんのかわかんないけど、あの胃腸の状態が過敏すぎてさ、トイレめっちゃ行っちゃうみたいな。いや、うんこの話しとらんわ。ファンファンファンじゃないのよ。ファンファンファンじゃないのよ。さて報告だ、今日はゲーセンにでも寄って帰るか。お、ミントちゃんじゃん。あ、さつき先輩今帰りですか。ミントちゃん、そうだけど、あ、もしかしてミントちゃんも今から帰り。もしよかったら一緒に帰らない。はい、はい、喜んでおもっともさせていただきます。よっしゃ。ねえねえ、この後もし用事がなければゲームセンターにでも寄ってかない。え、ゲームセンター、ご存知ないですか。ゲームセンターというゲームがたくさん遊べるセンターを。そのまんまやんけ。ご存知ないですか。うん、太鼓を叩いたりレースカーを運転したり、アームを動かして景品を取ったり、いろんな種類のゲームがあるんだよ。ふむふむ、私にできそうなゲームもあるのでしょうか。もちろん。わかりました。誰でも遊べるね。お金さえあれば誰でも遊べるんじゃない。ふふ、佐々木先輩がそうおっしゃるならぜひお供させてください。おっしゃ、それじゃ決まり、レッツゴー。さて、あ、太鼓がある。某太鼓の黒人がありますね。よし、ゲーセンに着いたぞ。さて、ミントちゃんの気に入りそうなゲームは、とりあえずまずは無難に UFO キャッチャーでぬいぐるみを取るとかかな。はわわん、どうしたのミントちゃん。ゾンビー。ああ、ガンシューティングゲームのゾンビを見て怖がってるのか。液晶の中なのに。ミントちゃん、ゾンビは知ってるの。はい。あ、はい。レイト博士が見ていたホラー映画に出てきたので。なるほどね。先輩、このゾンビさんたちも、もともとは人間さんだったんですか。まあ、そういう設定だとは思いますね。まあ、無からゾンビは多分、ゾンビものでも生まれないんじゃないか。まあ、人体実験とかでなんか、クローン人間とかからゾンビ生まれるとかはワンチャンあるかもしれないけど。大体がゾンビ作品はもともと人間なんじゃない。
うん、そうみたいだね。これはゾンビで、ん、ゾンビで、ゾンビを銃で撃っていくゲームなんだけど、銃の中にはゾンビ化を抑えるワクチンが入っているって設定なんだ。あー、それで倒せるんだ。倒せるっていうか、止めれる？直せるのかな？銃で撃たれるとゾンビたちは正気に返ってしばらく経つとまただんだん人間に戻っていくことができるみたいなんだね。おお、そういう結構救いのある世界観だね。ぶち殺さなくていいってことですね。はあ、それならこのゾンビさんたちを助けてあげないとです優しいな。なるほど、そうきたか。よし、それじゃあまず俺がやるから、ミントちゃんは横で見ていてくれるかな。わかりました。やり方をね、教えていきましょう。わかりました、佐々木先輩、頑張ってください。おお、よし、うまくクリアしてかっこいいところを見せるぞ。どう？うお、びっくりした。結構顔黒いね。よっしゃ、無事にクリアできたぞ。クリアレベル A ランクか。うん、なかなかいい感じだな。あ、なんかあれだよね。普通にクリアしたら、なんか B とかで、成績がいいとか、なんかダメージ食らわないと A とか S に上がってくみたいなね。ありますよね。やりました。はわ、先輩すごいです。これでもうゾンビさんたちはみんな人間さんに無事戻れそうですか？いや、まだワクチンを打たれていないゾンビが残ってみたらよ。せっかくだからミントちゃんも助けてあげてみたら？はあ、私にもできるでしょうか？大丈夫大丈夫、横からレクチャーしてあげるから。わかりました。わかりました。では先輩、お願いします。頑張ります。頑張ります。ミュンミュンって、何、待って。ミュンって今まで言ったことあったっけ？フェイって、かわいい声が聞こえた。おお、一瞬映るね、怖い映像が。これは。私無事にクリアできたのでしょうか？すげえよミントちゃん、このクリア S ランククリアしたなんて俺初めて見たわ。 S ランクですね。やはりロボットだからか、精密な動きがうまいのか。はあ、それってすごいんですか？いや、めちゃくちゃすごいからね。しかも初プレイで S ランクの人ってなかなかいないからね。じゃあなんで普段ドジ踏むんだろうねあれ、精密な動きができるのに普段はドジを踏む。なんだ、何かロジックが、伏線が隠されているんですかね。そうなんですか。そうだよ。やりました。やったやった、とっても嬉しいです。かわいい、結婚しよう。おめでとう。なるほど、ミントちゃんはガンシューティングゲームが得意だったのか。うん、まああくまで憶測なのですが、このゲームをプレイしたことにより私の内部データに潜在しているセキュリティの部分が影響を受け、少しだけ動作作動か作動してしまったのかもしれませんね。ん？セキュリティが影響を受けて少し作動したと、どういうこと？はい。私の身にも何か危険が降りかかった時に自己防衛ができるように熱線銃、ね、熱線銃何、光線ビーム撃てるってこと？あ、熱線銃って書いてないよ、光線銃だ。光線銃が右手から出てくる仕様になっていると博士がおっしゃっていたのをふと思い出したんです。すげえ防衛装置持ってんだね。私の射的能力が高かったのはそれによる潜在意識がひょっとしたら働いたということなのかもしれません。私自身もとても驚いています。ああ、だからロボットだから精密な動きができるではなくて、その最悪自分の身に危険が起きた時に防衛できるような機能として、まあ、その光線銃を撃つ機能があると、だそれが動作したんじゃないのということですね。光線銃、つまりミントちゃんはいざという時にはバトルモードみたいになれるってこと？おそらくはそういうことなのだと思います。まだ実際になったことは一度もありませんが、しかしバトルモードになることはオーバーヒートや暴走などのリスクを伴うことですので、レイト博士からはあまり推奨されていません。なるほど、本当に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 ライオンだじゃなくていや、絶対意識してるよねこれ、絶対意識してるよね。歌ネタ多いもんねこの作品ね。ライオンじゃなくて、身に危険が迫らなければセキュリティが本格的に発動してバトルモードになるってことはそうそうないんだろうね。はい、はい、そうですね。ミントちゃんに新しい世界を見せてあげようとすればするほど俺自身も新しい世界に出会えることが、ことに気がついていく。こんなフィクションみたいなアンドロイドの女の子が本当に存在していたなんて、ミントちゃんに出会って一緒に過ごさなければ絶対知ることはなかっただろう。ありがとう。佐々木先輩、いつも私のことをいろいろと気にかけてくださりありがとうございます。いやー、私いざとなったらちゃんと自己防衛ができるみたいですので、そのメルタ先輩のこととかあまり不安にならないでくださいね。あー、そうだね。
ねねね、俺がメルタのことで心配なのはミントちゃんに物理的に攻撃してくるとかじゃなくて、騙したり惑わしたりとか、そういう感じのなんか陰謀的なあれだ。でも佐々木先輩と一緒にいればバトルモードになることもなさそうですね。ああそうだといいな。そんなこんなでミントちゃんと学校外のゲーセンデートを満喫したのだった。あ、でも出てこないんだね、メルタさんね。どういう風に関与してくるんだ。なんか動物園デートじゃねえや、なんだっけあれ、公園デートの帰りはいたけどね。なんかあいつも張り合ってくる感じのキャラなんだとしたら、なんか太鼓のクロウと一緒にプレイするみたいな展開あったかもしんないなってちょっと思ってたんだけど、そういう関与の仕方はしてこないのか。